前回出したあのハーレムシェイクネタの動画、なんかねコメントに下ネタって書かれてたんですけども、あれ下ネタの要素どこにもなくないですか。風船をね、もともとキモコだから風船をね入れてやる予定だったんだけど、なんか風船がたくさんあったからみんなもなんか同じように風船を入れただけの話ですよ。これがね下ネタになるんだったら大抵のもんはアウトになりますよ。今日持ってきた話は、最近あややこと松浦あやとウィンズの立花啓太27歳同士がね結婚したという、まあおめでとうございます。12年の交際、2001年から付き合ってたよね。でもういいじゃん、なんか一途でさこうロマンがあっていいじゃん。でもね本題はそこじゃないんですよ。12年ってことはね、15歳、つまりデビューした時から付き合ってたわけですよ。つまり現役時代から付き合っていた。いろんな意見があって、15歳のアイドル時代から彼氏がいたのはファンに対する裏切りなんじゃないかと、とか今現役時代にいたことを明かさなくてもよかったんじゃないかと、昔のこととはいえこう現役時代に彼氏がいたことに対してものすごい批判が来てるんですよ。まあそもそもアイドルに彼氏彼女がいようが、俺はあんまりそこまでどっぷりとハマるもんじゃないんで、俺どっちでもいいと思うんですけども、皆さんどう思いますか。ちょっとコメントお願いします。私の青春には全て彼がいました。かっこいいと思うけどね。余談です。ツイッターが8月3日から攻撃的な書き込みを禁止するという追加ルールみたいなのを入れたらしいんですよ。結構あるじゃないですか、なんか誹謗中傷みたいなすごい攻撃的な、あれができなくなったらしいんですよ。まあちょっと俺も詳しくわかんないんですけども、まあそこら辺あったらしいんですよ。まあね、皆さんツイッターは楽しいことだけに使いましょう。それではまた次回もよろしくじゃん。